日。マジっすか。ある。あ、俺もないか。あげます。ほんまや、全然違う場所が。すいません、今日ね、ちょっと人数少ないんですけど、本日 MC やります、クラブルシエルの山本キッドエリーです。よっしゃーい。ちょっとね、今日は英会話教室かな、英会話、いや、今日は英会話教室ね。リピートアフターミー、イエス。まあね、リピートアフターミー、やっちゃいますか。やっちゃいます。俺の英会話でいいんすかね。むしろまあまあ、そんなね、話を置いといてね。まあさて、夏っすね、みんな ね、 夏っすね。世間、ちまたでは海の日。そうっすよ、海の日、いいね、海の日ね、ね、羨ましいわ、ね、3連休らしいっすね、終わり、最後の日らしいっすね、終わる日、全然連休とか関係ない、間違える、関係ない、こっちゃねえよな。僕はパキスタン人、あれパキスタン、スリランカじゃボケ、スリランカ、スリランカじゃボケ、スリランカとパキスタン、テロリスト、テロリスト、テロリストになったことね、宗教上なんかでしょ。なんで小太郎水着ちゃん、水着なんて、水着もう水着着てるの、そうなんだよ、いつでも入れるよ、すく水着って、すく水じゃないよ、タンクトップ、タンクトップで、タンクトップね、急速じゃないんだよ、まあまあまあね、そうね、ね、とりあえずこうね、ちょっとね、ぐだぐだになるかわかんないですけどね、微妙なんですけどね、夏バテが過ぎるわ、みんな、スリランカの人行ってみるな、スリジャワルダのトラコって、あ、言えたぞ、おー、どうだこの野郎、まあまあ、正解が分かんないから、俺はもう、そう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 、ね、本当に合ってるのかも分かんないし、そんなね、の話を置いといて、はい、ね、まあじゃあ、本日も早速参りましょうか。何行くんですか、何行くんですか、じゃあ、お願いします。スリーちゃん、タクでよくやる飲みゲーベスト3、どうすれば場の空気を楽しくするでございます。あー、日本語ちょっと、飲みゲーね、飲みゲーか。どうすればタクの空気を楽しくするちょっとなんか、外人感、外人感ね、外人感ほら、中央に行かないとね、やっぱりね、飲みゲー、はい、ね、まあ、じゃあ順に、あの、なんか、これは、まあ大体、まあ全部が全部やるってわけじゃないと思うんですけど、まあこれはやってるよみたいな、あ、これやってるよ、だから別に飲みたくみたいなとこでしょ、そう、やってるようなことを、そうですね、あげてもらえればと。なるほどね、スーパーオーソドックスなやつって、ただまあ、山本さん、それあるね、もうまあ、このだってテーマが結構山手線ゲーム感あるからね、もう上げていこうって言っちゃえばね、はいはい、はい、山手線ゲーム、山手線ゲーム、はいはいはい、はいはい、サーティオンゲーム、はいはい、123、はいはい、123123456、あ、そういうこと、サーティオンゲーム始まっちゃったね、あ、違うの、始まるんじゃないの、始まるんじゃないの、もう一回ゲームリスタルやべ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 、シュン君にここら辺に地雷めっちゃ埋められた気分なんだよ、話聞いてなかった、聞いてなかった、じゃあ、まあ、まずじゃあベスト3は山手線ゲーム、山手線ゲームは世界でしょ、うんうんうん、話題がね、どんどん上がってくる、確かに、確かに、確かに、続きます、続きますよ、続く話題がね、いいんじゃないですか、あとはめられるしね、山手線ゲームだったら、あ、もう狙えるじゃん、誰かのとピンポイントで、もう3つぐらいの話題でさ、言ってさ、もう自分、ああこいつね、みたいな、いけるから、信号とかね、そう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 そそう、確かに、まあ多いね、確かにね、あ、多いですね、今日元気ねえな、今日元気ねえな、元気元気、エリーはどんなゲームする、あんまり俺は、まあ、みんなと同じ基本山手線ゲームか、まあ31とか、31なんだろう、なんだチッチとか、あ、チッチ、ああチッチね、あ、チッチの1位とかね、1位とかね、これはなんかちょっと違うので、芸能人チッチ、何それ、芸能人チッチ、だからチッチでなんか言うじゃないですか、ここやろ、これあげあげるんですよ、あげるあげる、あから、うん、赤サタの浜やらはまでの行のね、行のやつをあげてって、例えばチッチの赤サタだったらあって言ってみんなあげたら、あいうえ
ていう絵から始まる芸能人の名前とか有名人の名前みたいな、うん、を言った人勝ちみたいな、全員で言ってって最後に言ったら負け、負けみたいな、そうです、そんなゲームも最近やったりする。ああ、なるほどね。これここでやるわけじゃないですよね、このゲームは。やんないですけど、ルースさんってやんのかなって。ここはやんないですけど、ね、やってみますか。やってみましょうか。やるの。やってみて、それが来てますけど。ちょっとぶっちゃけそんな理解してないんだけど。俺も理解してない。正直理解してない。これ、まあ、まさかやると思ってなかったから。だからちょっと分かってるふうに言ったけど。したら芸能人の名前の頭文字がまずこれで決まるんですよ。そうです。ね、例えばじゃあチッチン、ね、そのあチッチのカって言って3本上がってたら、カーキー、クです。クで、クから始まる芸能人を言ったもん勝ち。先にパッと言う。あ、先に。なるほどね、反射神経みたいな。あ、なんでもいいんだ。まあ、誰でもいい。あ、そういうことだ。クって言ったら、クの縛りはあるんですけど。あ、ああ。もう、なんでもいいよね。家業なら、カーキー、クみたいな。あ、なるほどね、面白い。今日だったら4個だから書きく K までしかないってことです。いや、そっか、あだったら A までしか出ない。そっか、K までか。なるほどね、なるほどね、一番下がないってことね。そういうことです。感謝神経。なるほどね。やっていきますか。やっていきますか。じゃあちょっとゲームやり慣れてそうな方から思わず、俺あんまりこのゲーム慣れてないんですよ。よく言ったな。リーダーシップで。よく言ったな。リーダーシップで。逆にやる。異文化交流みたいに言う。そう、このゲーム最近自分も知って徐々にやれる。直接持ってる人だと思った。間違いない。自分がそう外人だからあんま慣れてないんで。外人だからに結構甘えてるとこあるね。いや外人だから。外人枠。最近ちょっと日焼けしてさらに黒くなったんで。うん。こんな黒かったかなと思ったその時。ね。こんな黒くなっちゃう。すぐ焼けちゃう。めっちゃ黒いな。背景かと思ったもん。黒すぎて。どうか。いや、ね、お得意、こういうゲーム得意な人。まあ、じゃあこっちがじゃあちょっと指定していいですか。あ、はい。じゃあここはやっぱりお笑いゲーム、小太郎が、小太郎さんがね、行ってみますか。行きましょうか。さあ、ではここから始まる、芸能人チチゲーム。よいしょー。まさおせーの、チッチのさ、島田紳助。あ、そういう、そうか、そうか、調べない。あ、そうか、そうか、そうか。しいる、しーだぞ。歌手でもありですよ。パッと言えばいい。あ、歌手とかでもありですよ。え、わかんない。え、いなくない。いる。島田康介。島田康介。あ、そうそう、分かりやすかった、分かりやすかった。作業で指が2本上がってたんで、C ですね。なるほどね。島倉千代子でしょ。合いますね。島倉千代子さんと言いますからね。そういうのか。そう、分かりましたね、C で。むずいね、これね。ほんと、その、なんだろう、芸能に関してなんか強くないと結構言えないとか。でも芸能人じゃなくてもいいんですよ、何でもいいんですよ。へぇ、何チッチでもいい。何チッチでもいいから、始まる頭文字を決めるんですね。最近私の置いてけぼり、ごめんね。今のは確かに僕と13本ですかね。指をね、2本上がってたんで。そう、あ、そうチッチのさーで2本で、作業の2段目のしから始まる、まあ芸能人言っていったみたいな。ホストチッチやってみて。ホストチッチ、ホストチッチ、まああれ現時代ありそうな、現時代言ったら当たりみたいな。まあ確かに、あれ、それはだいたいな行でやりました。な行でやればいいでしょ。参加したいからもう1回って。参加したい。ホストチッチ。あ、そっか、みんなでやる。じゃあちょっと上げて、正解あるか分かんない、指が見えるようになる。見えるよ。じゃあ上でやる。視聴者の皆さん、コメントで名前上げてくださいね。ホストメチッチでいいですか。行きましょう。そんなことの話もねー、ありそうなホストメチッチゲーム。イエーイ。チッチのラ、ラリルレ、レ、ルか、ルだ、ル、レでしょ。ルル、ルル、ルル、ルルさん、ル、ルイさん、ルキアさん。あ、ルキアさん来ております。おぉ、かぶっちゃった、かぶっちゃった、わーい、わーい。もうルキアさんね、確かここに書いてあるからね。ずるいよ、全然思い浮かばなかった。俺見つけるタイミングした。ルイね、ルイですね。ね、そう、ルカは楓。ルカは楓さん、そう、こういう感じでね。そういうことか。まあまあ、こんな感じのゲームですね。のゲームですね。結構むずいね。難しい、普通に。
まあこれがまあじゃあとりあえずナンバーナンバーベスト2にしましょうか。まあちっちゃい、うちの社長もルイクス、あれダメージ絶対やばいと思ってきたね今ね。ねえ、じゃあベスト1、ベスト1なんでしょうか。山手が強いから、うち結構やるのが、なんかあの携帯のアプリで、はいはい、ポッキーゲーム、すでにもう携帯が出てる時点なんか、うん、だったらそのこういうみんなでわーってやるゲームじゃなくて、ほうなんかあのお客様の中で、うん、iPad とか持ってきたりとかしてる、それでみんなでゲームでワイワイやろうと、文化的な、めっちゃ準備万端、 iPad 持ってきてる人見たことない俺。iPad 出してくる人ね。で自分らもなんか携帯にちょっとした飲みゲーをなんか、うん、ゲームのアプリを入れといて、爆弾ゲームみたいな、爆弾ゲーム、あー知ってる知ってる、それ爆弾していいよ、あのそう爆弾ゲームしないよ、すごいボタンがいっぱいあって何個でも押せるんですよ、3個かな、うん、1個か3個まで押してって、うん、で押した時に破裂した瞬間人がグイって、マリオパーティーにあったあの風船に空気入れてて破裂したら負けるみたいな、あーそんな感じ、破裂したら負けられるけどみたいな、破裂したら負ける、そうアプリがあって、うん、それでやったりとか、最近あんまないんですけど、ちょっと前はやってたんですけど、へー、確かに遊びに、そんな、まあ、そこの iPad でやってみたら完全に出演したことある人のセリフ、この iPad ある、なんで iPad を知ってるの、誰だ今日来ないでしょ、誰だ誰だ、サボってするぞ、誰だこら、ね、これあの一応アベマの方のコメントがここで出てる、ルシエル全力で遊びにかかってるって、そんなまあ遊ぶの楽しいじゃん、まあ、全力で遊ぶってのが大事な場ですからね、そう全力で遊ぶ場ですから、飲みに来てるけど、うんね、ただ飲んでても楽しくないでしょ、そう、うん、全力で飲んで全力で遊んで悲しいだって絶対ね、話は尽きることもあるし、尽きたらゲームしよう、尽きたらゲームしようって尽きそうな時に ね最初からゲームから入るっていう卓もありますからね、すごいね、そういう雰囲気、飲もうぜゲームしようみたいな、あーまああるかも、そういうお店なんですよね、そんな感じの店なんで、なるほどね、まあ、そういうの好きな人結構多いですもんね、多いですね、まあね、そんな感じなんですけど、そんな感じなんですか僕がそんな感じで爆弾iPad 使った、まあ、爆弾大好きエリーさんです、いやいや違う意味で聞こえちゃうから、何か言っても分かりませんって言えば許してもらえるあれやるから、いや違う意味で聞こえちゃうから本当にね、うん、ね、みんなホスト歴何年かあのここに書いてあると思うんですけどもね、1年未満の人、そう、まあ1年目ですよね、1年目ですね、俺3日、そう少ない、3日目初対面何回この番組出たんだろうここだけでももう ね慣れてきたんですからね、そうすぐコメント日本語わかりませんってくるな日本語わかりません、誰や爆弾放送、あ、読めるんだね、でも読めるんだね、読めたんだ、こっち側も感動してますからね、マジで漢字も読めるからね、最近あんまりコメント拾えなかったから、ね、ちょっと若造の成長を見てるような感じです僕は、で読めた、あれ読めますか、あの感じは、あの感じ読めますか、マジで絵の下の、マジで絵の下313番バラ、おーおー賢い、これ一応ね、それなりに学歴はある、もうちょっとすごい、あ、意外だ、外国人キャラ使いにくくなっちゃったこれね、インド人じゃないスリランカだっつうのマラって言ってないよ、マラって言ってない、マラはいるしてないんだね、インドじゃん、インドちゃう、インドちゃうって絶対これね、イカルガとかいろいろなんかこうもう大喜利になってきてる、難しい感じのね、ほんまや、え、ダリカレード、ダリカレーアルカイダ、ね、カレードアル、アルカイダ、アルカイダってのは武装組織ですね、うん、ちょっと前テロ系じゃない、テロ系でしょ、前のねテロリストって言われたことあるけどイコール俺テロリストだな、違う、アルカイダ出身だったら隠すでしょ闇不景でしょ、やばいやばい、だんだんしてるとほらテロリストって来るねえ、パキスタンじゃないってもう大体一緒ですよね、あの辺ね、分からないですよ、うん、スリランカ、パキスタン、イラク、エリーはアメリカ入国できない、え、あのホス狂い、これ読めるの、ホス狂いって書いてあるね、うん、ホス狂いって書いてある本当に英会話みたいなの始まっちゃってんだけど今、あ、レピタータミホス狂い、ホス狂い、やめろなんなんなん、やめろホス狂い、オッケーオッケー、ルク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 、恐喝だよ、恐喝、恐喝恐喝、まあね、うん、3万円のね、とりあえずこんな感じで、じゃあ CM どうぞー
男たちは愛し合っていた。禁断の恋をするならハニー。おはようございます。おはよう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 。たくみさんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。さあよいしょ。大きくなりました。すごい。一回落ちてくださいね。じゃあ、ね、さっきね、ゲームの、ね、テーマやったんですけど、はい、今回、ね、後半戦ね、後半戦は全くちょっと違うんで。あ、全く違うんです。はい、ゲームとかそういう遊びではない。遊びはここまでだ。遊びではないんで、お遊びは終わりだ。じゃあ、ホストがね、トークテーマ、姫様の心の掴み方、必ずやっている姫様の扱いとは。こうだね、こう。めっちゃ真面目じゃない。掴み方。そう、これ、最近ちょっとね、なんか大喜利だとか、なんかちょっと遊びの路線に行ってたら、たまには真面目なことも、仕事の話しないと。真面目な系だね。我々っぽいホストですからね。忘れてたよ。忘れてたけど、遊びじゃなかった。夏休みじゃないんだよ、全然。そう、ホストだったよ。酒飲んだ人ねえんだよ、全然。そうだ、そうだ。心の掴み方。まあまあ、それ担当さん、自分が女の子を呼んでいる場合、まあまたは他のプレイヤーさんのヘルプについている場合、まあ初回とか初回とかもあるんですけど、まあ女の子の心をいかに掴むかって。こう掴んでる。大事だね、大事だね。掴めばやっぱり飲み直しとかもあるわけじゃない。間違いない。なんか違くない。右の乳を掴めばちぎり、左の乳を掴めばちぎる。俺はこう何もないじゃん。埼玉県民だから。こうです。そう、まあそれでまあ皆さん聞いていこうかなと思うんですけど。うんうんうん。じゃあ何なんだろうね。渡部さん。渡部じゃねえ。ちょ、久々の振りすぎてちょっと忘れてた。金髪になっちゃって渡部感だね。金髪だからね。姫様の心の掴み方。まあ望みの掴み方でも全然。望みのはね、もう寄ってきたから。寄ってきた。言うね言うね。美味しいもん食ってたら寄ってきた。美味しいもん。まあでもなんだろう、やっぱりまあ本当にオーソドックス、まあ基本中の基本かもしれないけど、うん、もうなんだろう、もう常に笑って、うんうん、もう姫様の話をもう聞いてみたいな感じでしたね。笑顔でね、話を聞くっていうのは。さすが美食家、さすが美食家。もうテイスティングしちゃうでしょ。女の子ね。いいね。女の子の掴み方もそうです。枕はまあこう持ってこうですかね、枕。こう持ってこう。あ、まだまだ結局あのネタのままなんですね。まだまだチェリオ、チェリオ、チェリオ、チェリオだから。チェリオ、チェリオ、チェリオだから。チェリ先輩、チェリ先輩。山本キッドチェリー。山本キッドチェリー。いや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 。で、他の方は心の使い方、使い方なんか、まだ本当にその基本的なところから言ってくなら、まあ、やっぱり声でかいとかは印象に残る。確かに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 。すごい大事だと思う。確かに。うん、難しいよね、使い方。なんで使うの。山本キッドチェリーじゃない。いいね、でもそれ名前出てるでしょ、デカデカと。山本キッドチェリー、キッズ、キッズだからね。キッズ、キッズ、山本キッドチェリー。いいんじゃない、そっちの方が。キッズ、まあ、ビッグチェリーじゃないよ。ビッグだ。外人サイズですよ。いや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 、そんな変な宣伝いらないよね。どんな扱いしてるんだろうね。結構俺人によって違うかもしれない。あ、変幻自在。うん、ほんと人によって違うかもしれない。みんな同じじゃなくない。まあ、まあ、みんな同じじゃないから。間違いない、うん、みんな同じじゃないから、ほんと違うかもしれない。確かにね。ほんと人によって違う。じゃあ、これじゃあ自分の、まあ、お客さんとか自分の、まあ、姫様だとか、うん、ヘルプについた時って今言ったじゃん。じゃあ初回の時、初回の時、うんうん、自分が何をこう売りにしてるかを伝える時に、そうですね、何を出していってるかってことですかね。そしたら
まあなんかね、すごいイチャつける人はイチャついてたりとかするのもありますよね。まあ、ね、まあ、見てると結構最初からガチガチでなんかイチャイしてる人もいれば、うん、まあそういう、まあ、言うならニーズじゃないですか、うん、まあそうだね、お客様のニーズじゃないですか、どんなのがいいのかっていう、探り探り言ってたらね、これはもう童貞感出ちゃいますね。やっぱりさすがキッズチェリー時間があるわけで、一人やっても何分とか決まってるわけじゃない、その短い時間でいかになんか自分、うん、まあ、PR じゃないってしなきゃいけない、うん、これだけは分かってほしいっていうセールスポイントをね、押していきたいと。そう、うんうん、何があるの、まあ、俺はまあ別にまあ奴隷ですよみたいな、かかってこいよ、ボコボコしていいよみたいな、こう来い、こう来いこう、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 こう来て、こう来て、こう来て、右の方を叩かれたら、右の乳をもみって言うんですね、左の方を叩かれれば、左の乳をもみね、そういうこと。結局おっぱい痛い、おっぱいがない客だったら、もう帰ってください、もう、こうです、もう、それ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 、ね、いるじゃないですか、うん、小さい、あ、おっぱいが小さいお客さんいたら、もう、乳首を探すとか、から始まりのみたいな、そう、あ、君のはチェリーサイズだねっつって種サイズだねコラはい、はい、すいませんでした、はい、すいませんでした誰この怒ってる人キツネって覚えるのかねまあまあ、まあ、おっぱい大事っすよ、違うからおっぱい好きだよね、やっぱね、まあまあ男は好きな人が多いでしょうね、うん、間違いない、うん、そこを隠す必要も多分ないと思う。なんか僕はそうだな、そう、これで言うならこの使い方っていうか、自分がまず正直になることをしていますね、うん、結構、あー、まあ、まあ、嘘をつけるとかもあんまりなくて、あ、ね、まあ、こういう人間です、あなたはどういう人間ですか、あ、うん、そうなんですね、まあ別にぶつかったりはしないけど、とりあえず正直にぶつかっていくことでやっぱり心って通じ合うじゃないですか、まあ、自分が掴んでやるぞっていうよりは対等にこう胸掴んでやるぞって言うわ、姫様の話ですよ、この前に胸掴むから正直になろうねっていうそういう環境性をしてますね、うん、おっぱいの話した後に言うのもあるんですけど確かにそうです、正直にぶつかる、うん、あるかもしれない、基本伝えちゃいますね、自分は、うん、なんか俺なんか色恋とか、うん、正直面倒くさいじゃないですか、うん、まあで結局はなんかそれで失敗した経験もあるんで、失敗したくないからっていうので俺もガチガチ巴だからって伝えちゃう、それ以上色恋なんもしないで、俺は巴だぞと言って言って、うん、でも普通にそれが色恋とかも一切しないんですよ、うんうん、本当にしない、普通にワイワイ楽しく飲もうぜっていうような感じを貫き通すっていうのをやってますね、うん、そしたらなんか結構結果も出てくる、来てんのかなみたいな、まあ、言ったことをちゃんと言った通りにするっていう、そう、有言実行してれば、自分の中で言ったことを言ってるのに全然やってなかったら、じゃあ次、じゃあ指名返してくれてきた時に、じゃあ前回言ったことをしてなかったら、うん、あれみたいな、そうですよね、信頼を失いますから、そうです、積み重ねていくためにはやっぱり言ったこと言っていい、エリーは女の子と取りたいから細くなったんだよね、そう、チェリーだね、それ昔の俺ね、昔の俺ね、あ、もう昔のじゃない、昔の俺ね、チェリーじゃないの、チェリーじゃないからねチェリーだけどチェリーじゃない、前はチェリーだな、ちょっと照れながら言うの可愛いっすね昔の俺ね、遊びたいとかの昔の俺ね、うんうん、まあ、成長が見れるのがまだこのね、カリスマホストの意味です、まあ、そう、チェリーうちら成長しながらね、やってるんで、ナンバー目指してね、ナンバー目指して書いてありますよね、ナンバー5に入れたらみたいなね、まあとりあえず今目指すのはそこですからね、僕たち、そういうことなんですよ、うん、まあ、じゃあ2週間前、ね、いやでもじゃあ2週間前も見てくれてるってこと、ああ、いいですね、ありがとうございます、言っちゃえば仕事だから優しいですね、ね、仕事しろ、まあ、仕事しろ、色恋してほしいなら他行くしかない、できないなら言うなって感じ、まとまりました、うんうん、まとまりました、なんで性病目指してるの、性病ってね、まあ、なりたくないですよね、なりたくない、まあまあまあ、あれは女の子から愛だと思ってるから性病は女の子から愛ですよ、そうなんですか、そうですよ、そうですよ、愛感じる、愛ですよ、あれは愛ですよ、ただのウイルスとかね、お医者さんなんかも目も合わせずに抗生物質で愛散らす、多分皆さんね、あのここに出てる皆さんもね、多分姫様たちも見てるかもしれないんで、うん、あんまりその辺はね、まあ、リアルに僕性病ないんで、わかんない、姫様など下げないんでね、はい、サオ姉妹が見てるからね、やばいな、ほんと
さすが最初に初回枕の話するやつだな。いやいや、あ、でもこれ、これ掴み方じゃないけど、めっちゃぶっ込むかも、これ、うん、そう、めっちゃマジぶっ込むから、そうだ、確かに、もう俺どっちかが多いから、本当にもうマジ、前無理って言われるか、うん、もう、俺俺みたいな、どっちかが多いから、うん、それやっちゃえば楽だし、そう、楽だし、確かに仲良くなれますし、女の子もだから、超乗ってえぐい話してくるから、うん、でも楽しい、ね、確かに、ゼロか100ちゃうもんね、なんか、ね、タクが楽しめれば、なんか盛り上がってればいいのかなっていうのを感じますもんね、確かに、無難なことしてるよりも、ね、だから、心開いてくれる、そっちの方がね、こうやってうるせえよ、あの兄弟って言ってくるような人が来る、あの兄弟の兄弟が兄妹なんだけど、でも、長男だったら別に問題ないよ。ちょっといけない関係の長男だったらいいね、いけない関係の兄弟、僕芋みたいな感じ、ね、感じがやみくかい、やみくかい、ね、そうですね、枕見えてきた、枕見えてきた、まあ、この辺でじゃあちょっと最後のね企画に、ね、まあまあまあ、 ね、まあとりあえずまとまったということで最後のね、うん、お題の方に行きたいと思います、ラストお願いします、テレン、トークテーマを求めるものは、トークテーマ、ホストに求めるもの、ルックス、ファッション、トークテーマ、エンターテインメント、まあエンターテインメントってまあ、あの、いかにエンターテイナーかっていうようななんか面白さとかそういう面も含めてますけど、まあ、大体これじゃないかなみたいな、いやー確かに感じ、トークコメントに絶対枕っていっぱい来るから、もう100言っとくけど、枕ってコメントしたら全然おもろくないから100言っとくけど、これちなみにポケてるつもりで言うなよ、アンケート形式なんで、ありますか視聴者の方に4択で、4択です、はい、リコ玉のお願いします、4択ですからね、4択5はないよ、枕5はないから、枕5はないよ、まあ、めちゃくちゃ面白い5を出してきたらまあ笑いますけど、確かに枕ってきたらもう無言でこう、うん、うん、あっあっやったなってこうねえ、何パキスタン人特攻しろよ、特攻ってねえルックス、ファッションセンス、トークセンス、エンターテインメントね、そろそろかな、いやあ難しい、難しいかな、結果の方じゃあお願いします、ルックスかトークだと思う、ルックスかトークだと思う、うん、1、3、まあ1、3が結構でかそうっすよね、うん、2とかは結構ね後からでも変えれますからね、うん、まあエンターテイン、まあそのまあ、まあ、4の難しいよね、難しいっすね、4をどこまででね判断するか、あ、じゃあ先にちょっとアンケート中に、ね、引いちゃいましょうか、引きますか、引かないと引かないと、次回のMC を MC に、はい、これそろそろ来るな、これは、ででん、はい、小太郎さんでございます、いや、やりたかったなぁ、やばい、じゃあちょっとアンケートは、アンケートはどうしよう、結果出します、結果きたででん、待って、枕枕が、ゴッてなんだよ、ゴッて、今めっちゃ綺麗にしてくるわ、めっちゃ綺麗にしてくる、これ落ち着いたね、これ、ゴッてなんだよ、ゴッて、ゴッてないぞ、これめっちゃ綺麗になってみんな掃除系いいよ、嫌いじゃないよ、嫌いじゃないよ、そういうの、まあ、こんな感じ、枕、枕が大丈夫だね、ちょっとやってます、ありがとうございました、本当にみんなのことはよくわかった、よくわかったからな、大事だね、来週はコタロです、よろしく、バイバイ、イエイ。